対応付けや関連付けなどの意味で用いられるコンピュータ用語である。コンピュータ関連で束縛という語が使われるものはいくつかあり、それぞれ具体的な内容は異なるので、以下いくつかの例を示す。言語束縛、または言語バインディングとは、ライブラリーや OS サービスの API が特定のプログラミング、言語向けに提供されていることを指す。多くのライブラリーは、 C 言語や C などのシステムプログラミング言語で書かれている。そのようなライブラリーを Java のような高級言語で使うには、そのライブラリーの Java バインディングなどが作成されなければならない。ライブラリーの言語束縛を各種用意するのはソフトウェアの再利用のためであり、ライブラリーそのものを複数の言語で作成するよりも効率的である。また、 システム言語と同じ機能を高級言語で記述できないためという場合もある。名前束縛あるいは名前結合とは値を識別子に対応づけることを意味する。値に束縛された識別子をその値への参照と呼ぶ。コンピュータ自体には識別子という概念は存在しないため、機械5レベルでの束縛は存在しない。つまり、名前束縛は プログラミング言語による抽象化の一種である。束縛とスコープには密接な関連があり、スコープによって束縛がどの時点で発生するかが決定される。識別子の束縛のために、その識別子がプログラム内に出現する箇所を定義と呼ぶ。それ以外の箇所で、その識別子が出現する場合、その識別子は、 束縛済みであり、値への参照として使用されていると見ることができる。静的スコープにおいては、名前束縛は、プログラム実行前に行われる。これを静的束縛もしくは早期束縛と呼ぶ。動的スコープにおいては、名前束縛は、プログラム実行中に行われる。これを動的束縛もしくは遅延束縛と呼ぶ。 Java などのオブジェクト思考言語における仮想関数テーブルを利用した動的ディスパッチの意味で動的束縛や遅延束縛といった言葉が使われることもある。しかし仮想関数テーブルの構造はコンパイル時に静的に確定するものでありこれは静的束縛、事前束縛の一種である。コンパイルされたプログラムはメモリ上でリロケータブルであることが多い。従って メモリ参照は基本的に動的束縛である。各変数や関数への参照は何らかのベースアドレスからのオフセットで示され、実行時までそのアドレスは確定できない。これは細かい区別であるが、プログラミング言語レベルでの束縛とマシンレベルのそれとは異なる。再束縛とミューテーションとは異なる。再束縛とは、 参照している識別詞を変化させることであり、ミューテーションとは参照されている値を変化させることである。次のような Java コードを見てみよう。リンカドレスト、ストリングリスト。リストイコールニューリンカドレスト、ストリングリストアド。リストイコールヌル。識別詞リストは当初何も参照していない。そして、あるオブジェクトに再束縛される。次に、 このリストから参照されている連結リストに対するミューテーションとして文字列が追加される。最後にリストはヌルに再束縛される。コマンドバインディングまたはキーバインディングとは一般にアプリケーションソフトウェアにおいて上級者向けに提供されるキーボードマクロや機能とキーの関連付けを指す。多くの場合、バインディングは変更や追加が可能だが 削除はできない。コマンドバインディングの例として、MacOS の多くのアプリケーションでは、セーブ動作にショートカットキーコマンド S が関連付けられており、GUI によるメニュー操作なしで、セーブ機能が使えるようになっている。EMAX では、セーブバッファーズ切る EMAX コマンドが、CTRLXCTRLC という一連のキー評価に対応しており、 セーブして終了するというよく使う機能に対して毎回セーブバッファーズ、キル e m a スと入力する必要がない。マイクロソフトエクセルのようなアプリケーションでは一連の操作をマクロとして生成でき、それを起動する簡単なコマンドとバインディング可能である。コンピュータゲームにも同様のバインディングは存在する。例えば、打つという動作を 任意のキーに関連付けるのもバインディングである。反射神経が必要なゲームでは、コントローラーの各ボタンへの機能割り当てをユーザーがカスタマイズできることが多い。ネットワークソケットにおいて、ソケットのファイル記述紙とローカルポート番号を呼び、IP アドレスを関連付けることをバインドと呼ぶ。BSD ソケットでは、バインド関数を用いる。w i n s c 1 x 2x にも互換 API が実装されている。ありがとうございます。